はい、引き続き MC6000 マーク2の、ご紹介になります。まずこちらの、コントローラーについてくるソフトウェアが、非常にスタンダードなもので、セラート DJ イントロというものになります。画面を見ていただいても分かる通り、見やすい、画面構成になっておりまして、上位版のセラート DJ と比較して、機能の制限はあるものの非常に扱いやすい、ソフトウェアになっております。はい、で、また MC6000 マーク2の方を見ていただきたいんですけれども、操作子たくさん並んでおりますが、全ての操作子を DJ イントロで使うことはありません。ただし、これだけ操作子があるということ、他の、比較的廉価なセラート DJ イントロが付属している、コントローラーと比べますと非常に、操作子が多いということは、それだけ、リアルタイムに、タイムロスなしで操作ができるということになります。ちょっと曲をかけてみましょう。はい、まずセラート DJ イントロといえば、オートゲインという、勝手に音量を調節してくれるものがあるんですけれども、そのために、コントローラーによってはゲインのつまみがないものが非常に多くなっています。ただ、MC6000 MAX の場合はここにゲインがありまして、もちろんソフトウェアの方でオートゲインをされた上で、このようにマニュアルでも音量調節することができるということで、より、プロフェッショナルというか、しっかり、ミックスしたいという方に向けたものとなっております。またこちらですね、旧製品の MC6000 と比較をしてもかなりこの辺り操作しやすくなっています。で、基本的な操作、これはもうソフトウェアによるものですが、まずこちらがホットキュー、これが4つあります。で、ループ、このようにマニュアルでも設定ができますし、オートループがついています。このようにループする幅をすぐ横で変えることができます。また一番分かりやすくなっているのはこちらのエフェクターのセクションとなっています。画面を見ていただきたいんですが、この画面ともうそっくりそのままのレイアウトとなっています。で、余計なシフト操作などなしに、このように当然2つのエフェクターを同時にかけて操作することもできます。また、このエフェクトがかかるビートの幅もここですぐ横のノブで操作することができます。これがそのままここに並んでいるということですね。このように非常にスタンダードで扱いやすいソフトウェアで、非常に扱いやすいコントロールパネルということになっています。付属ソフトはセラート DJ イントロということでしたが、上位モデルのセラート DJ にも対応するんですか？はい、MC6000 Mark II には、ダウンロード対応ということで、スタンダードなセラート DJ イントロが、ついてきますけれども、もちろん、上位モデルのセラート DJ にも対応いたします。ただしですね、今もう間もなく、公開されるセラート DJ バージョン 1.6 からの対応になります。もうしばらく2月の公開ということなので、もうしばらくお待ちいただければと思います。じゃあセラート DJ はやはり4チャンネルで使用できるんですね。そうですね、セラート DJ の強みである4デッキを全てこれでコントロールすることができます。最近セラートビデオを使ってやりたいって方も多いんですけど、セラートビデオはどうですか？はい、もちろんセラートビデオにも対応しておりまして、これも MC6000 Mark II の非常に大きな売りなんですが、
ビデオ用の独立した操作紙が、ここに用意されています。これで、フェードなどをかけたりすることができます。ビデオ用の独立した操作紙を持っているコントローラーというのは他に、あまりないと思いますので、DJ に加えて映像も、ミキシングしたいという、方にはうってつけのものとなっています。セラートビデオ用の操作紙があるっていうのがすごいですね。そうですね、珍しいと思います。 MC6000 の方ですとバーチャル DJ トラクターのロゴが入っていたんですが、今回はセラートロゴだけのようですけど、他はどうなんですか？はい、もちろん対応しております。この後に、トラクターでも動きを見てみたいと思いますけれども、トラクターについては公式のマッピングファイルをデノン DJ のウェブで配布しています。の発売時から配布を始めます。また、バーチャル DJ なんですが、これも対応しておりまして、さらには、まだあまり日本では、馴染みが少ないかもしれませんが、ミックスバイブスクロス、こちらにも対応しています。あらゆるソフトウェアに対応できるミディコントローラー、DJ コントローラーとなっております。対応ソフトが多いっていうのはやはりいいですよね。買い替えなどでもやはり上位モデルに買い替えたいけど前のソフト使いたいって方も見えますもんね。そうですね、特に、今トラクターをお持ちの方、あるいはまあセラート DJ をすでにお持ちの方といった方には非常に受け入れやすいものになっていると思いますし、あるいはまず最初にセラート DJ イントロで操作を覚えてより上位版にアップグレードしたり、あるいはトラクターバーチャル DJ という別のソフトウェアに進出していくというのもありだと思います。4DECKの対応のコントローラーですので 4DECKの操作を見ていきたいのですが、残念ながらセラート DJ のバージョン 1.6 はお見せすることができないので、トラクタープロで、見てみたいと思います。トラクタープロにも当然対応しておりまして、マッピングファイルはデノン DJ のホームページから入手することができます。はい、ではまず再生をしてみましょう。今デッキの3のループが再生されています。で、当然4チャンネルのミキサーであるので、こうして全てのミキサーを同時に操作することが可能です。また、デッキの切り替えボタン、こちらですね、こちらで、今はデッキの3を再生していますけれども、1に切り替えますと3の再生音はそのままになります。そして、操作はデッキ1となります。今デッキの1と3が両方再生されていることです。せっかく4デッキなので、全て
操作をしているとき、曲が、自動的に進んでその位置から再開されるということになります。外観細部まで見ていただきたいと思います。まずこれ手前のパネルですが、一番左がヘッドホン、マスターと Q でのパンフリースプリット Q も可能。そしてその横はマイク1 EQ マイク2 EQ 2系統のマイクにそれぞれ、3バンド EQ がついています。そしてマイクのエコーの、デプスもこちらで操作ができ、その横はクロスフェーダーカーブですね。こちらをそれぞれ、クロスフェーダーのカーブの調節と、あとは、チャンネルの、クロスフェーダーの振りですね、そちらを、調節できるようになってます。まるでいいミキサーのような仕様となっています。このマイクの EQ なんかすごいですよね。普通のコントローラーにはないですね。そうですね、それだけ、もういろんなものを入力して楽しんでいただきたいと思います。よりプロの仕様となっております。そして、見ていただきながら、見た目の重厚感がやっぱりかっこいいですよね。そうですね、デノンらしく、金属でできています。そしてサイドにはこういう保護用のパネルがついています。ちなみにこちらを取り外して、ラックの耳とすることで19インチラックに収めることもできるようになっています。そして裏になります。こちらは USB のアウトの切り替えとなっております。 USB のアウト、USB オーディオアウトは2ステレオということで、マスターとマイクを出力するモード、あるいはチャンネル3、4をスルーで出力するモード、それぞれございます。こちらが、チャンネルアサイン可能なブースアウト、バランスのフォンですね。そしてマスターアウトにはキャノンと RCA を備え、ライン入力は4つ、そのうち2つはフォノに切り替えが可能です。そして、2つのマイク入力、片方はフォン、片方はキャノンとフォン両方させるコンビネーションプラグとなっています。ご覧いただいてきた MC6000M2 ですが、いろんなお客様に満足できる作りとなっていると思います。ぜひ
おすすめしたい一品です。